はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。物販を進めている方、最終的に OEM するんだとか、オリジナルブランド戦略をやるんだっていう目標で進まれている方がほとんどだと思うんですね。単純に右から左へ商品を流すっていう、俗に言う転売の形式だと、永続的に安定した収益を得続けるっていうのはなかなか難しいと。できないこっちゃないんだけれども、ずっと肉体労働を繰り返していくっていう状況になってしまいますから、となるとやっぱり自分のブランドを確立して、それをガツンと売っていくっていう状況を目指して進んでいくっていうのが真っ当な物販の展開だとは思うんです。今回は皆さんが気になっている OEM、ODM、そして簡易 OEM って何なのさっていう話をさせていただきたいと思います。いろいろ文面でもポイントって書かせていただいているんですが、一番のポイントっていうのはこの簡易 OEM についてなんですね。簡易 OEM の定義とは何かって知ることが一番のポイントではないんです。簡易 OEM とは何なのかっていうことに関して共通の認識を持つっていうことが大切なんですよ。定義って先に言いますけど、いくつもあるんですよ。人によって違うんです、簡易 OEM の定義って。だから絶対的な定義とは何ぞやではなくって、私と私の生徒さんとこれをご覧いただいている皆さんが少なくともこういった認識で簡易 OEM とはこういうものだっていうふうに捉えられる、その共通認識を持つっていうのが今回のメインのポイントになってまいります。さて早速話をしてまいりますが、 OEM っていうのは英語で言うと Original Equipment Manufacturing っていうものです。一方 ODM っていうのは Original Design Manufacturing っていうものなんですよ。ここでね、またいきなり引っかかるポイントがあるんですけど、デザインっていう言葉が入ってますよね、 ODM の方は。でこれを聞くと、なんか自分がデザインをオリジナルで作り出すものっていうのが ODM なんだって思ってる方が多いんですが、このデザインっていう言葉に引っ張られないようにしてくださいっていうふうにまずは考えておいてください。後で詳しく説明します。ちなみにイクイプメントっていうのは用品とか設備だとか、そういった意味もあります。この OEM、ODM っていうのはこの英語のデザインという言葉に引っ張られて内容がごちゃごちゃになってる人が多いんじゃないかなって思いますから、まずはこの英語の意味に、言語に引っ張られすぎないことが大切になってまいります。話を続けます。 OEM、ODM の違いってなんだと思ってネットでググると、まず出てくるのがこれですね。みんな大好きJETRO、日本貿易振興機構の OEM 生産と ODM 生産の違いっていうページがパッて出てくるんですね。でもそれを見てわかるんだったらいいんですけど、めちゃめちゃわかりづらいんですよ。わかりづらいポイントって2点あります。まず1点目っていうのは、そもそもパソコンの生産だとか、スマホの生産だとか、我々個人セラーとはまた違う、もっとでっかいメーカー単位の話を書いているっていうのが分かりづらいこと1点。あと、単純に専門用語が結構出てくるっていうのが分かりづらいポイント2点目なんですね。ですから今回は、私は中国から商品仕入れてアメリカに売りましょうっていうことを主体に、主軸にコンサルティングを行っている人間ですし、自分自身も中国、日本、中国、アメリカ両方とも現在もやっているんですけど、現役セラーとして。ですから個人のセラーが OEM、ODM、簡易 OEM っていうのをどういうふうに捉えたらいいのかっていう視点で今回は一貫して話させていただきます。文面で書くとこのJETROのページみたいに分かりづらいので、図で見ていきましょう。これが一番分かりやすいです。基本的に我々セラーですね、これJETROの書き方だと、正式な書き方だと委託者って言うんですが、この委託者、要するにこの赤文字の方着目してくださいね。赤文字が分かりやすい言い方に変えた言葉ですから、我々セラーが業者にお願いする、受託者って言うんですけど、業者になんかお願いするわけですね。こういう商品を作りたいみたいな感じでお願いする。で業者は商品をその対価として我々に供給してくれる。まあ、この関係性っていうのは分かってますよね。我々が商品をどっかから買い付けて、その業者にお金を渡すと、代行会社を経由してお金を渡すと、業者は商品を送ってくれる。まあ、これが基本的な流れなんで、これはしっかりと覚えておいてください。まずこれが基本ですからね。で、この中で、OEM と ODM の何が違うのかっていうことについてちょっと分析していきましょう。商品の定義って何なんだ、商品はどうやって作るんだってことに着目してみます。商品っていうのは当然ながら詳細設計、まあ分かりやすい言葉で言えばデザインがありますよね。こんな感じでこういう商品をこうやって作るぞっていう、その形だとか色だとか素材だとか、そういった詳細設計があって、
って、その詳細設計、デザインに基づいて制作する。もっとわかりやすく言えば生産する。これで商品っていうのができるわけですね。で、今回のポイントっていうのは、OEM、ODM の違いを考えるときのポイントっていうのは、この詳細設計、デザインをセラーがやるのか、業者がやるのかって、この違いなんですよ。委託者がやるのか受託者がやるのか、この違いが ODM と OEM の違いになってまいります。ちなみにもっと掘り下げると、組み立ての図面は誰が作るのかだとか、商品の開発がどうたらこうたらみたいな話も絡んできちゃうんですけど、もうここもガン無視でいいです。だから括弧に入れました。あくまでも誰が設計するのかプラス誰が生産するのか、もうこの2点、特にデザインを誰が行うのかだけに着目すれば OK です。早速答え話します。 OEM っていうのはデザインを我々セラーが行うことを OEM って言います。で、デザインも何もかも全部この業者が行うことを ODM って言います。もっとわかりやすく言えば、既存の商品に自分たちのセラーのブランドをペタリンゴって貼るものが ODM なんですよ。ブランドペタリンコだって覚えてください、ODM は。で、OEM っていうのは、この業者が作っている商品ではなくて、何かした新しい商品っていうのを、こんな感じのデザインで作ってくださいねっていうのを OEM って言うんです。だから、一般的なセラーが、例えば日本で、あ、この商品面白いなと思って、そのサンプルを広州に行って持ってったとしますよね。で、広州に、これと同じ商品を作ってくださいっていうふうに、商品のサンプルを渡して、その商品をオリジナルで作ってもらうものは OEM に入るわけですよね。これって別に商品のデザインをセラーがしてるとはちょっと違うっちゃ違うけれども、少なくともセラーがこういう商品を作ってねってオリジナルのサンプルを持って行って業者に生産してもらうから、基本的にはこういった作業っていうのは OEM に入るわけですね。だから普通セラーの方っていうのはブランド戦略っていうと OEM をやっていくっていう流れになっていきます。一方 ODM っていうのはブランドペタリンコなので、例えば皆さんがアリババで商品リサーチをしていて、で、その、あ、この商品面白いなと思って、この商品買い付けようと思った時に、業者に、あの A という商品に自分たちのブランドのロゴをベタリンコしてくださいっていう風に頼んだとしたら、商品のデザインっていうのはもうすでにこっちの業者が作ったものですから、考えたものですから、この業者の既存の商品に自分たちのブランドだけベタリンコして自分たちのブランドとして売るっていうものは、ODM になるっていうことですね。これが OEM と ODM の違いになります。さて、皆さん、こっからがポイントでございます。ODM っていうのはブランドペタリンコだって申し上げました。じゃあ、ブランドを既存商品にペタンって貼るだけだったら、印刷とかするだけだったら、それって簡易 OEM じゃないのっていうふうに、そこでまた混乱しちゃう方っていうのが結構いると思うんですが、ODM と簡易 OEM の違いについて、我々っていうのはしっかりと線引きをして認識しましょう。共通認識として持ちましょう。これが絶対的な定義だって私が言ってるわけではなくて、少なくとも我々っていうのは共通認識を持つことによって、先生簡易 OEM したいんですよって言われた時のこっちのイメージする簡易 OEM と生徒さんのイメージする簡易 OEM を一致させたいんですね。それが今回の目的です。さて、話を掘り下げていきます。 ODM と簡易 OEM は同じなんじゃないんですか先生っていう方いるんですが、図式で見ていきましょう。商品の流れをイメージしてください。商品っていうのは業者で生産して、それを代行会社を通して買い付けてもらいますよね。で、代行会社に届いた商品っていうのをアメリカの FBA だったらアメリカの FBA だとか、日本アマゾンだったら日本アマゾンだとか、皆さんのご自宅だとかに発送してもらうわけですよね。この流れの中で業者、要するに生産段階で何かしらの加工を加えるものを ODM だっていうふうに捉えるようにしましょう。要するに生産のラインがあるわけですね。商品の材料っていうのを組み立てて、で、縫い合わせてだとか、そういった生産ライン、その中で印刷をすることを作業として加えることになりますから、 ODM っていうのはブランドペタリンコなんだけど、ちゃんとロゴをこの業者の中でバツッと印刷するっていう、これが ODM だっていうふうに考えてください。一方、簡易 OEM っていうのは一言で言うと後付けでできるってことなんですよ。後付けっていうのは商品がもう作られてますと、で、それを代行会社に送りました。この代行会社内でできること、できる加工などなどを簡易 OEM っていうふうに呼ぶと認識してください。例えば具体的にちょこっと下に小さく書いたんですが、布タグを
ババババババッと商品に縫い付けるだとか、紙タグをパサッと商品にくっつけるだとか、そういったもの、あとはセット梱包するとかですよね。 A という商品に B という商品をセット梱包するだとか、そういった作業っていうのは商品の製造現場、生産現場ではなくって、代行会社に届いた後、後付けで代行会社で行うことができます。こういった代行会社内で対応できる、まあちょっとした手数料を払って代行会社内で対応してもらえるものっていうのを簡易 OEM と捉えてください。この ODM と簡易 OEM の違い、これではっきりお分かりになりましたでしょうか。というわけで今回は OEM、ODM、簡易 OEM の違いって何なのさっていう話をさせていただきました。この OEM と簡易 OEM の違いだとか、 ODM と簡易 OEM の違いだとか、結構分かりにくいんですよね。この英単語に引っ張られちゃったり、 OEM っていうのはこういうものだから、じゃあ簡易 OEM っていうのはこういうものかなみたいな感じで、なんか結構皆さん誤解してるポイントっていうのが結構多いと思うので、少なくとも我々はこういう認識、共通認識を持って、お互い OEM がしたいだとか、簡易 OEM 今度やろうと思ってますだとか、そういった情報の交換、あの話し合いをしていくと、今後のやり取りっていうのがスムーズになるんじゃないかなっていうふうに思います。他にもね、いろんな考え方って正直あると思うんですよ、特に簡易 OEM については。でもこの絶対的な定義を探すどうこうではなくって、自分たちと相手ですね、自分と相手っていうのが共通した定義を持つ、共通した認識を持つっていうことが物販を進めていく際には非常に大切になってきますので、今回は OEM、ODM、簡易 OEM の話についてさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。物販講師の黒沢がお届けいたしました。もしご参考になりましたら、こちらの動画高評価、またチャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。では失礼いたします。